はい、皆さんこんにちは。ですね、私は今、栃木の日光に来てます。鬼怒川温泉に来てます。実はね、鬼怒川温泉は初めてなんですけども、来た時はね、すごい雨が降っちゃってどうしようかなと思ったんですけど、今このようにね、晴れて、時刻はもう間もなく4時を迎えようとしてますけども、このように晴れまして、今からですね、チェックインしようと思います。でね、やっぱりね、こう都会の喧騒を離れてこういうところに来るのはやっぱり旅行の醍醐味じゃないですか。でね、こういうところでね、ヘマしないようにちゃんとマスクを徹底してしてますけど、ちょっと外だから外したいですね。日光の、じゃあ鬼怒川温泉降りると足湯があって、結構日本人の人は行きますね。こんなコロナの時期でも行きたいんでしょうか。ちょっと私は今回は遠慮したいと思いますが、これからね、温泉に、今日泊まるのはね、大江戸温泉のところに泊まるので、ちょっと料理とかも楽しみにしてますので、楽しみで行きたいと思います。はい、ちょっと今小腹が空いたのでソフトクリームを、買ってみました。結構ね、栃木ってね、こういうね、レモン牛乳が有名だったりとか、いろいろね、種類があるんですけど、私はね、まあ期待に応えようと思って湯葉のソフトクリームを買いました。湯葉って豆腐みたいなやつですよね、上に浮いてる。ちょっと食べてみましょう。あ、湯葉ってか豆腐だね。豆腐の味だ。美味しい、美味しいです。あ、湯葉がちゃんと入ってんな、これ口当たりが、なんか湯葉の味がしますね、ちゃんと。濃厚な重い豆腐の甘いアイスって感じです。今ね、思い出したんですけど、さっきトリックアートのとこ行ってきたんですよ。日光の有名なやつで、それ普通に入ると1900円なんですよ、1人、大人ね、なんですけど、割引のクーポンとか結構ネットにもあるんですけど、このね、駅の近くの案内センターみたいなとこだと500円ぐらい引かれるんですよ。あとホテルとかだとそれぐらい引かれるんで、提携してるっていうので、安くなるらしいんで、ぜひ行く方はチケットチェックしてみてください。ネットよりもそっちの方が安いです。はい、チェックインが終わりまして、今からホテルの方に入っていきたいと思います。606、なんと縁起のいい、いやー、 We always try。 おお、なんとも、なんともなんとも絶景かな、絶景かな。今日はこちらにお泊まりしていきたいと思います。いいですね、綺麗な部屋で。懐かしいわ、なんか昔お父さんとかお母さんと旅行した曲がありますね、こういうところは。昔ながらの感じで、こういうお茶菓子もついてる、いいですね。まあコロナなんで、館内は全部マスクつけてっていうことだったんで、つけて歩いてますけど、いいじゃないですか。着いたので、トイレチェックをねしていきたいと思います。こんな感じです、昔ながらの感じ出てる。これとかね、このスタイルね、でドライヤーがついてて懐かしい感じです。で、風呂はこう完全なユニットバスのあの感じ、もうギチギチにシャンプーたちが詰まって、もう助けてくれよと言わんばかりの風に私は見えますね。まあ簡単なシャワーとかはここで済ましてもいいんじゃないかなと思います。結構迷路みたいになってて、何が何だか、何を、それ何、トイレ、トイレだったみたいです。でこっちもなんかこう見てたらね、ここはトン風ですね、トン風。でこちら冷蔵庫、なんかサービスの飲み物でもあるかしら。水1本入ってないということですね。
お茶は勝手に沸かして飲めということです。いいね、この椅子のこの背中が曲がったやつね、懐かしいよね。古いな、古めかしい感じ出てる。珍しくここはね、今の時代に珍しくね、完全な喫煙部屋なんですよ。入った時に結構タバコの匂いとかしたんで、東京にはもうねさすがに部屋で吸えるとこはないですけど、やっぱこういうとこはそういうお客様のニーズにも応えていくのが大切。似合うでしょ。似合うんですよ俺こういうのが。似合っちゃってるでしょ。昔ね柔道やってたんで似合っちゃうっていうね、ちょっと怖いんですけど、どうですか。これでこのまま温泉に行くというわけですね。はい、というわけでね、今温泉に入ってきたんですけども、この鬼怒川温泉っていうのはアルカリ性の温泉らしくてですね、結構なんか結構僕温泉とか行くと舐めてみたりするんですけど、味もなんもなくてすごいコリとか取れる、誰でも入りやすい温泉ということでした。でね、今までね、なんだっけ、大江戸温泉行ってみたんですけど、お台場とか他の千葉にもあったかな。でそういうところと比べて健康ランド感がないですね。お風呂がいっぱい種類があるのかなと思ったら、1種類しかなかったりとか、で露天風呂はある、ね、他のエリアにあるけど一回出なきゃいけない、ちゃんと着替えてっていうのがあったりとか、多分もともとは違う場所を買い取ったのかなっていう感じがしました。結構システム新しいやつなんで、なんか中までこう結構狭い、広くも狭くもないような広さで、そうささっと入ってこれるような感じでしたね。で料理はね、これからご飯を食べに行くんですけど、カニの食べ放題があると聞いてるので、バクバク食べてどんどん肥やしていきたいと思います。はい、おはようございます。今日は、めちゃめちゃ晴れました。めちゃめちゃ晴れました。鬼怒川いいですね。これね、見てたらね、あそこに1本だけね赤い木が見つかりました。これから紅葉ですね。あの子先取り赤ツリーということで、昨日私ご飯食べてすごい美味しかったですね、ご飯が。で帰ってはそれ食べて、で戻ってきて、で夜一人で温泉にもう一回入りに行ったんですよ。そしたら、なんでこれ赤くなってんの、何もしてないのにめっちゃ赤くなってる。いやちょっとね、不可解なことが2回起きまして、まず1回は私の温泉から帰ってくるときにエレベーター乗るんですよ、ここ6階なんですけど。で乗って上に行こうとしたら、1人しか乗ってないのにブザーがブーって鳴って、でその前も何回もと1人しか乗ってないんですけど、ドア閉まります閉まりますって押しても全然閉まんなかったりとかで、閉まったと思ったらブーって鳴ったまま上に上がって、でそれはまあ夜だったんですけど、見てる人が1人いて、でその音聞いてる人がもう1人いたんですけど、乗ってる自分が一番怖くて、どこへ連れてかれるのこのエレベーターみたいな、そう怖かったですね。でちょうどさっきも朝これ寝てたんですけど、テレビがね6時50分ぐらいにね突然ついたんですよ。でそれも奥さんも見てて、ではってなって、でなんか押した、もちろん押したわけじゃないし、しかもこのリモコンめちゃめちゃ効きが悪いんですよ。このリモコンなんですけどめちゃめちゃ効きが悪いんですよ。で突然ついて、もう完全にこれ出たなと。でそういうなんか何時にテレビをつけるっていう設定ができるテレビとかかなと思って確認したんですけど、これオフタイマーはあるんですけどオンタイマーってのはないんですよ、確認したところ。
なのでやっぱりそういうことなのかなと思いました。でところどころですね、まあ、宴会場があるんですけど、そういう部屋出たところに、そういうところもちょっと不気味だったり、床がなんかで不気味だし、その今コロナで結構使ってないじゃないですか、宴会場なんで。なんですけど、その下のなんか絨毯みたいなカーペットみたいなのがめちゃめちゃ濡れてたりとか、雨もそんなにね、洪水が起きるとか雨漏りするほど降ってないのにっていうことがありました。はい、それぐらいかな。あとはなんかこの畳、この畳をなんか汚ねえな、畳をですね、こうなんか裸足で歩いた時に足がこう剥がれた音みたいなのが、もう自分と奥さんが寝てる時に一回だけ聞こえました。怖いですね。はい、だけどこの料理はめちゃめちゃ美味しいし、鬼怒川温泉ね、めちゃくちゃ気持ちいいし、眺めもいいし、いやもうちょっとぜひね、これ今 GoTo トラベルでめちゃめちゃ安いんですよ。2人で8000円とかでここに泊まって、食事も豪華でできるんで、ぜひね、チャンスがある人はお試しください。覚悟しろ。